はい、移動ありがとうございます。じゃあ、ハイスピードモードで、とりあえず売り上げを確保しましょうか。ね。3号店やばいやばい。いってるいってる。一日これ見てるだけなら楽ですね。ん？クリスマス。なんか4号店伸びてきたな、ここに来て。というか、売り上げすごくなってきたな。売り上げがなんかすごいぞ。利益がすごいんですけど。なんじゃこら。5号店もなんかもうどんどん来たねんけど。これちょっと僕、ちょっと波乗ってきたね。波乗ってきたよ。これはほらなんか全体的に売り上げが良くなってきた。よし、いっすね。これどうしようかな、悩むとこなんですけど、新店舗立ち上げるか5号店を大型店化するかとかちょっと悩んでるんですけど、なんか本店を見る感じでそんなに大型店舗化するメリットがなさそうなんで、どうもそう考えるともう6号店作っちゃった方がいいのかなっていう気もしなくもないですよね。6号店作る作戦。ちなみに2号店どこに作られた？あ、うわ、ええとこ作っとるわ。これね、悪くないよね。買収もできんねや。6000万もかかんの、こんなとこで。これね、悪くないんですよ。これ、なんか見越してね、作っとるような感じがするね。本店は買収不可。ここに作りたい、ここに一つ。道路と線路が交差する。売り上げ悪いと思うんですけど、最初は。あとは誘致でなんとかしたろうかなとか。そうか、本店近くにさらにテコ入れで誘致するか。どっちかですね。お金は使っていきたいんで、誘致するか。会社ね。会社誘致するか。遊園地。会社。会社誘致しましょうか。高いわ。940万ないぞ、そんな金。いけるんですかこれ。いけへんよね。もうちょっとお金いるな。もうダイレクトメールだけで十分ですね。下がらへんもん、人気。よし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 、400万の爆撃です。1000万以上売れた。中型店舗ならオープンできますけどね。オープン候補地を考えてます。なんかここ怪しいなぁ。なんかできんねやろなぁ、多分。ドカーンってなんか商業施設とかができるんでしょうね。この辺りでも建てたいな。ここでもいいですよね。こっち側の方がいいか。この辺中型店舗を建てて、ライバル店の息の根を止めるっていうのどうですか？建てるとしたら、2000万。たっけー。土地たっけー。まあ、価値はあるけどね。絶対的に価値はある。5号店なんとかしたいな。まあまあまあ、もうちょっと待ちましょう。利益上げて5号店をマックス拡張しようかな。本店の不満を聞きましょうか。薬品とあったかい飲料が欲しい。ええ店やわ、我ながらええ店やわ、我ながらええ店よ。ほら夜中までもう客大変わ。店舗いじる時間がない。ここにね一つ置けるんで、ここにあったかい飲料のやつを置こうかなと思ったんですけど、触れへん。素晴らしいです。すごい利益が上がっております。よし、お金もがっつり得たんで拡張しますか。5号店。5号店拡張するか、新店舗立ち上げか、どっちがいいかな。悩むなぁ。悩むけど、5号店拡張できますわ。ここはもうちょっと限界やわ。人が引く時間帯がもうないな。ここもちょっともう、ある程度涙を飲んで拡張するしかないね。100が全く引かないです。わわわわわ、もう、今や！よし、行こう。改築いきます。で、タバコ許可取って、大型店舗。で、読み込み。よっしゃー。で、微調整して、あとはお酒の販売できないんで、お酒だけ入れ替えて、あったか飲料をこちらに置きましょう。OK。さあ。どうなるどうなる。いいねいいね、素晴らしい。3号店。よっしゃ。初日で20万超え。よわ、3号店40万いってるわ。すごいな。よし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 。予想通り5号店が暴れ始めましたよ。暴れ太鼓や、これ。いいね、いいね、いいね、いいね。うわ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 。3号店やばい。うわ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 。売り上げは減りましたけど、これ改装したからですからね。フルで働いております。ここも最大化したいけどな、ちょっとうわ、切れられてるわ、切れられてる。いや、やっぱちょっとでかくしたいな、これ。ぶち切れられたおっさんの声ですね、今のは。電気製品の補正。あ、ほらほら、親父が大気押し寄せて、ほらほら。ビール買っとる、ビール買っとる。ほら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 、あれ。あれが起こる店は売り上げがやっぱりめっちゃ違うんですよね。親父の大気押し寄せ。あれ最高やから、あのラッシュで一気に持っていくんですよ。わわわわわわ。すごいぞ、なんかすごいぞ、この店。お酒の取り扱い始めましょうか。おわー、すごいな。お酒で一気に売り上げを爆発させようか。うわー、しゃ、来た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 、600万利益。よし、お酒行こう。販売許可、酒取って、で、違う。商品入れ替え。しまったー。リセットしてしまった客を。え？あったかい飲料。冷たい飲料。ビール。これ冷たい飲料。よし、これでいこう。この布陣でいきましょう。これは期待が持てますね。季節イベントが発生してますな。ゴー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 、いけ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 、おら。これもあったかい飲み物置き忘れてるね。多分欲しがっとる。寒くなってくるとちょっとそれ置かないとね。もうこのクラスになってくるとあれなんですよね。店舗改装というか、その店舗をこう変えるリスクがこの出てくるんですよね。客がいすぎてどのタイミングを狙っていいか分からなくなってくるんで、一番空いてるタイミングというのはもう存在しない。朝方4時ぐらいなんですけど、それでもそこそこ客いるしな。商品入れ替えたいわ、これ。あ、できる。これあったかいやつにとりあえずこれで。うわあ、売り上げが加速してるよ、5号店。いいですね、人気マックス。どうか星4。ニーズを確認しましょうか。薬品。薬品は多分単価高いんでね、これもやっぱ儲けるためには必要ですけどね。3号店がすごいよな。店舗、中型店舗でこの売り上げですからね。うは、やばい、ここ。よし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 。もうオーナーちょっと気抜いてもいいんじゃない？こんだけ人気やったら、オーナーちょっと車買おうかなぐらいのもんですよね、この辺で。毎月だいたい400万、3、400入ってきてるから、利益、純利益で。これはなかなか安定してきたんじゃないですか。2度の倒産を乗り越え、3度目で成功。高橋がなりのやり方です。よし。すべて人の金でやってきてますんでね。いいお店じゃない。素晴らしいお店じゃない。この流動性。このスムーズ。あかん、大混雑や。あかんあかん。めっちゃ怒られた。レジをさばく能力のあるやつがもういない。まだ2000万ありますね。何使おうか。新店立ち上げますか。新店立ち上げた方が最終的に利益は増えそうな感じはありますね。いいですね。さあ、新店候補地考えます。ここかな。あ、潰れとる、ライバルの店。ライバルの店潰したった。ここかな。ライバル一気に貶めるためにはここっすよね。ここ取りに行くか。この家のこの上、この空いてる土地。ここで勝負決めるか。3号で見てください、この時間帯のこの売り上げ。多分レジ待たせすぎてただけやと思いますけど。レジ待って、深夜まで動けへんとか辛いですよね、お客も。まあ、無駄がね、打ちたくないんで、改装よりも新店舗の方がまだ得やとは思う。うわぁ、3号店40万。もう一回ちょっとリサーチを。土地代で1800万か。小型店舗しか作れへんなぁ。大型店舗しか作れへん。もうちょっと貯めますか。せめて中型。あかんて。いや、限界やな、この店。いやー、この店限界っすね。あかんわ。違う。レジ。深夜まで待たせすぎやから。この店ひどいな。ちょっと待って、これなんとかしなあかんかな。売り上げはすごいんですけど。レジが全く間に合ってない。レジをやっぱ大型化するためには、店舗改装するしかないですよね。そう、やるしかないか。5号店もマックス。5号店マックス。5号店リアルマックス。わー、すげえ。夜中の時点で15万。売り上げが止まんねえ。いや、5号店正解でしたね。やっぱ回転して助かるわ。5号店のおかげ。 100% アイドル来てくれたのかな。うわー、45円爆撃です。店舗評価94点。よし、任しとけい。じゃあ新店いきますよ。ライバルをぶっ潰す。タバコだけにしとこうか。で、大型店舗。ちょっとね、そこそこいい店員さん回さないと、ちょっと苦しいので、おそらく初月度からバンバン上がってくると思いますんで、待ったなしで上がってくると思うんで、まずは雇用しちゃって、もう良さそうなやつが残ってない。あかんか、こいつ嫌や。この人の方がまだいいような気がする。山口さんと。で、こいつすげえな、ハイレベル。本店の店長か、5号店の店長か。ここ入れ替えますか。こういくか。2号店あたりの人を1人連れてくるか。よし、これでいくか。お願いします。さあ、ランク下がったけど、初月度から利益を目指します。いいねいいね、初日で10万超え、悪くないよ。警備レベルが下がったな。成長してくればなんとかなるレベルだとは思いますけどね。あー疲れた。まだ2号店小さい店舗でやってたんや。ちょっとスパイ活動しましょうか。店舗評価ゼロ。収支はでも上げとるな。収支は上がってるな。顧客独占率 1%。よう、これで持ってるね。もう潰れるの時間の問題じゃないですか、こんなもん。いただきやな。いやー、戦略勝ちでしょこれは。3号店3号店すごいのよね、このやっばレジ待たせてからの日付またいでの売り上げ詐欺、ひどいな。あどないしてん。火事か。何やってんの。ちょっと何やってんのよ。火事出しちゃった。5号店。店員変えたからや。あいつのせいや。あいつのせいやんか。ちょっとやめてよ。責任問題やぞこれ。警備レベルの低下が招いたな。僕のせいですね。ちょっと移動するしかないな。警備レベルが高い人。お。よし、これでなんとか。5号店はもう稼ぎ頭やったのにやってまいりましたね。うわー、大きく売り上げ落とした。失った信用を回復しろ。どうやったらクリアやったっけ。クリア条件がわからないんですけど、売り上げ50億達成でしたっけ。総資金50億なのかな。50億ってまだ1億円もないのに。総売上かな、累計売上かな。それやったらいけるかもしれないですね。店舗評価はとっくに最大なんだよ。6号店は単純にこれ人気の問題だと思います。1回でも演歌歌手が来てくれたらもうぶち込めるとは思いますけどね。演歌歌手待ち、演歌歌手アイドル待ちです。多分今ハイスピードモードでやってるんで、イベント発生したかどうかはこの人気のところが上がったかどうかで分かるはず。上がった。よしよし、これである程度安定してくるんじゃないですかね。売り上げもちょっと警備レベルが怖いけど、これ以上上がらんのかな。これ以上上がらんとしたらちょっと誘致してあげとこうか。高いのよね。すごいな、5号店。50万。売り上げ50万です、1日。すごいコンビニや。売り上げ50万あったら相当いいコンビニでしょ。考えられへんな。都心のコンビニってそれぐらい行くんですかね。行くか。こんな50万のコンビニなんて持ってたらもうウハウハやで。ライバル店はいつになったら潰れるんですかね。あ、マンションみたいに建ってる。ちょっとずつやっぱ発展はしていくんですね。いいね。にやけてまうな。いいね。ナイスです。ナイスフォローです。もうやることないけどな。もうほんとやることないっす。ふざけるな。やばいやばいやばい。親父が大気押し寄せとる、大気押し寄せとる親父が。酒の自販機に大気押し寄せますね。大気をして。店舗評価上がってきてるか？上がってるね。誘致は失敗した。まだか。レジ、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 レジ。レジ。爆撃やんかもう。笑いが止まらんな、オーナー。オーナーの笑いが止まらないですよ、これは。いやー、たまらんね。なんかあっけなかったな。もっと苦労するかと思った。まあ、もちろんあれですよ。難易度が一番簡単なマップですけどね。このレイアウトと保存したいんですけど、タイミングが全くないのよね。6号店でなんとか保存するか。ちょっと強引に。じゃあ動画移動してもらいましょうかね。このちょっとつまらない間に。では移動お願いします。